S&P500 をはじめとした米国株に今後も継続して投資をしてもいいのかどうか。ただし平常時でもマイナス 20% の調整は十分ありますよと。円だけで資産を保有しているということです。これだけは避けなければなりません。ライオン兄さんの米国株ファイヤーが最強ということで、今回のテーマはこちら。覚悟せよ、 S&P500 の下落は今までと違う、今後 20% の暴落も、ということでこのテーマについて動画を撮っていきたいと思います。 S&P500 をはじめとした米国株は今調整局面を迎えています。積立 NISA などで S&P500 をはじめとしたインデックスファンドに積立投資をしている方は、人によっては含み損がほぼなくなったり、マイナス金に突入してしまったり、不安な気持ちになっている方もいらっしゃると思います。で、今回の動画ではなぜ今調整局面を迎えているのか、そして S&P500 をはじめとした米国株に今後も継続して投資をしてもいいのかどうか、このあたりを詳しく解説していきたいと思います。もう最初に答えを言ってしまいますと、 S&P500 米国株大丈夫です。積立投資を継続してください。あ、言っちゃった。ただし、なぜ大丈夫なのかというのが、この動画を最後まで見ると腑に落ちて理解することができます。ぶっちゃけこの動画はライオン兄さんが高額のお金を支払って今まで学んできたことを無料で公開しちゃいます。ライオン兄さん神。フォロワーの皆さんのおかげでギネス世界記録も取れましたし、皆さんに還元という気持ちも込めまして、今回米国株の真髄を皆さんに伝授いたします。米国株の真髄、この後すぐ。はい、ではまず S&P500 のチャート分析からしていきたいと思いますので、こちらをご覧ください。そうしますと、こちらは S&P500 の ETF VOO のチャートです。コロナショックで落ちたところから右肩上がりに回復していってますね。この青色の線は50日移動平均線です。今までこの50日移動平均線に何度もサポートされながら SP500 っていうのは右肩上がりに上昇してきました。それが今回ね、この50日線を割ってしまったよということで、さらにねこれを拡大したチャートがこちらです。そうしますと、今までね50日移動平均線青色の線にサポートされながら上昇してきました。2020年の、9月11月頃は50日線をね下に割ってしまうこともあったんですけど、ですけどすぐに回復して高値を超えていっているということがわかると思います。それに対して今回2021年の今現在がね、10月ですけども、9月に50日移動平均線を下に割り込んだ、そこから一旦反発したんだけど、やっぱり50日線を超えられなかった。そしてもう一回50日線を試しに行きましたけど、やっぱり上髭が出て下に下落してます。ということで、今までサポートラインだった50日移動平均線を下に割り込んで、今度50日移動平均線にロウソク足が抑えられている、こういうのをねレジサポ転換っていう風に言うんですけど、サポートラインがレジスタンスライン、抵抗線に変わっちゃったということです。つまりこれから S&P500 は下落トレンドに向かうということが考えられます。これから恐怖の下落トレンドが始まっちゃうんですね。ではこの現在下落している要因なんですけども、まずはインフレの懸念があるということですね。消費者物価指数やそれからコモディティの価格、そして原油も今ね価格が高騰していってます。なのでインフレするからやべえっていうことで、 FRB 議長パウエルちゃんがやばい、そろそろテーパリングしなきゃっていうことで、11月ね、来月テーパリングをするっていうね話で今動いていってます。このテーパリングは中央銀行が市場にある国債を買い入れて現金をばらまく、これによって株価を無理やり上げていたと。これが金融相場ですね。この金融相場の国債の買い入れっていうのを縮小していってやめましょうよというのが金融引き締めです。今金融緩和から金融引き締めに金融政策を転換する時なんですね。なので株式相場は調整局面を迎えています。ということで、もうただでさえねこのテーパリングによって調整局面を迎えているのに、さらにここに問題が2つも重なってきてるんですね。1つは中国不動産バブルの崩壊懸念です。そしてもう1つは米国の債務上限問題ですね。ということで、もう世界の2大経済大国、米国と中国で今とんでもないねリスクを抱えている、爆弾を抱えているっていう状態なんですね。そして米国と中国もこのね爆弾は一旦収まった状態なんですけど、ですけど根本的には解決していません。なのでこれから幾度とこの問題っていうのは蒸し返されちゃうよと。その度に株価は下落するっていうような、こんな今ねマーケットの状況になっています。なんだかヤバそうな気がしてきましたよね。ライオン兄さんもうダメだ、
なんかもう、いろんな問題がありすぎて、ネガティブなニュース流れすぎて、もうメンタルが持たない。こう思ってるね、方もいらっしゃると思うんですけど、大丈夫です。アメリカ株は最強。この理由を今からね、ご説明しますので、この動画はね、ぜひね、最後まで見てくださいよ。まあ、今回のタイトルにあります、今後 20% の暴落があるかもしれませんよ、ということなんですけど、こちらをご覧ください。そうしますと、1920年以降で、米国株が 30% 以上の暴落っていうのは、こんなにもありましたよと。ということで、まあ、1929年から32年、ここはマイナス 86% も下落しました。100万円あったら、マイナス86万円ということでね、14万円ぐらいまで資産が減ると、とんでもない暴落があったんですね。そして、1937年から1938年、ここもマイナス 53%。そして、1968年から1970年は、マイナス 33%。次、72年から74年は、マイナス 46%。87年の8月から11月は、マイナス 34%。そして2000年、これが IT バブルですね。マイナス 48%。2007年から2009年、リーマンショックはマイナス 56%。そして2020年2月から3月、コロナショックはマイナス 34%。ということで、直近の2000年以降のリセッション、暴落を太字に今しているんですけど、まあ、1929年のマイナス 86% っていうのを除けば、米国株はおよそマイナス 30から50% の暴落リスクがあると考えられます。そしてこのね、時期のところに注目してもらうと、2020年にコロナショック、そして2007年にリーマンショック、2000年に IT バブル崩壊、その前は1987年、1972年、1968年ということで見ていくと、およそ10年サイクル、7年から12年ぐらいのサイクルで金融ショック、リセッションっていうのが起こっているっていうのがわかると思います。ですから今回ね、調整を迎えますよ、テーパリングによって調整局面迎えますよということなんですけど、おそらくリセッションは2020年に起こったばっかりなので来ないと考えられます。ただし平常時でもマイナス 20% の調整は十分ありますよということなんですね。それを証明したのがこちらをご覧ください。こちら S&P500 ETF SPY の2017年頃からのチャートなんですけども、2020年でコロナショックでマイナス 35% ぐらいの下落があるんですけど、その前ですね、実は2018年の12月にも大きめの調整っていうのをしているのが分かると思います。これが2018年のクリスマス暴落ですね。ちょうどこの頃はトランプさんが米国大統領で、中国と関税問題でやり合ってた頃ですね。それによって S&P500 は 20% の暴落っていうのをしたんですね。このクリスマス暴落で誰もが米国株っていうのはもうリセッション入りするんじゃないかってね、一瞬思ったんですけど、まあそこから持ち直していってね、まあ最終的には2020年でコロナショックが起こるっていう流れだったんですけども、ですけどリセッションじゃなくても平常時でも 20% ぐらいの調整は来ますよということです。なので我々米国株投資家がやっていく対策としましては、ポートフォリオの配分をしっかりと見直しをする、そして現金比率をしっかりと見直しをする、このあたりですね。そして不要なポジションは現金化しておくということです。不要なポジションって何ですか、ライオン兄さんっていうことなんですけど、それは短期売買を目的とした銘柄とか個別株とか、まあ、そういったところですね。あるいはポートフォリオの足を引っ張ってる個別株とかね、もう含み損になっちゃって切るに切れない切るに切れないってなってるような銘柄とかはもう今のうち切っておいて現金化しときましょうと。それこそね、含み損のとこからさらに暴落したらもうほんと泣きの損切りになっちゃいますから、今のうちに現金化しておきましょうということです。そして S&P500 のような長期投資を目的とした ETF は売却しなくて長期保有のままでいいですよ、むしろ買い増ししていきましょうよということです。その理由の裏付けがこちらをご覧ください。こちらは SPY の月足長期チャートなんですけども、どう見ても長期では右肩上がりです。皆さんね、日足とか見てるとなんか調整が来て移動平均線に、ね、抑えられてこれから下落トレンドになっちゃうんじゃないかみたいな、こういった感じでね、悲壮感満載になってるかもしれないんですけど、でもやっぱり長期チャートで見たら右肩上がりなんですね。なので調整局面を迎えると、ニュースはネガティブなものばかりが報道されるようになります。こういったネガティブなニュースに惑わされて、長期投資を目的とした S&P500 や VTI のような、そういったトータルストックマーケットをもうビビって売ってしまうみたいなことはやめましょう。僕なんか含み損で
これからまた買い増ししていくのって傷口に塩を塗るみたいで怖いんですよ。このようにね、思ってる方もいらっしゃると思います。ですけど、米国株は最強です。S&P500 も最強です。その理由を今からご説明していきたいと思います。この理由を聞くと、皆さんがこれからね、米国株 S&P500 を長期保有していくのに、とても勇気が出ると思いますので、ぜひね、こちらの動画をしっかり見て押さえていただければと思います。はい、ということで、米国株が最強な理由っていうのを5つ挙げたんですけども、まず1つ目、ドルが基軸通貨。こちらをご覧ください。このように世界の通貨の流通なんですけど、ドルが 43.8%、 そしてユーロ 15.6%、 円が 10.8%、 この3つでシェアが 70% ぐらいあるんですけど、これを世界3大通貨と言います。その中でも米ドルは基軸通貨ということで、実は国際貿易っていうのはドル決済なんですね。なのでお金の王様がドルだということです。そのドルの裏付けがある米国株や米国債は、まあ、世界でも最も信頼性の高い資産であるということが言えます。例えばこれからインドや中国、そういった新興国が成長するんじゃないか、そちらの株を買った方がいいんではないか、このように考える方もいらっしゃると思うんですけど、ですけどその中国やインドの通貨の裏付けはどうなんですかって考えた時に、圧倒的にドルの方が通貨の信用性が高いということが言えます。そして日本円だけで資産を持つっていうのは、これまた経済成長しない日本という国の集中投資をしているということになってしまいますから、そういった意味で円のヘッジという意味でドル資産を持つ、そして米国株を持っていくというのは理にかなっています。続きまして2つ目、米国は世界一の経済力と軍事力ということで、基軸通貨ドルの流通量が 45% ぐらいあったということなんですけど、実は法定通貨だけではなくて株式も債券も世界の富は半分アメリカと覚えておいてください。続いて3つ目、米国の人口増加ということで、こちらをご覧ください。こちらは先進国の人口の推移と、まあ、将来の予測ですね。見ていったときに、フランス、イギリス、ドイツ、日本は成長性がない。日本なんてこの青色の線なんですけど、もう右肩下がりです。一方アメリカは右肩上がりに唯一上がっていってます。なので発展途上国ばりの人口の増加力がある唯一の先進国、それがアメリカです。アメリカすげー、数を差し上げます。続いて4つ目、米国の GDP 成長ということで、もう日本はね GDP 成長しませんけど、アメリカは GDP が成長していってます。こちらをご覧ください。これが2020年現在の世界の名目 GDP ランキングです。現在1位がアメリカ、そして2位が中国、まあ日本は一応まだ3位です。まあ今後ねこれは6位ぐらいにね落ちるというふうに予測されていますが、まあ将来的には中国の GDP がアメリカをね超えるというふうに言われていますが、国民1人当たりの GDP はどうなってんのかということなんですけど、こちらをご覧ください。そうしますと、これトップ10なんですけど、トップ10の中に中国はないんですね。ちなみにアメリカは5位です。ルクセンブルクは1位なんですけども、人口が60万人ぐらいしかいませんので、まあ1人当たりの GDP は大きいかもしれませんけど、ですけど国全体の GDP は全然まだまだちっちゃいということになってきます。人口が多い国、1億人以上いる国で1人当たりの GDP が最も大きい国はアメリカなんですね。ちなみに日本の1人当たりの GDP はこちらです。そうしますと、このね網掛けが入っているところが日本ということで、23位にランキングしております。1人当たりの GDP は4万ドルということで、日本円にするとおよそ400万円ぐらい。ちなみにアメリカは1人当たりの GDP はおよそ600万円ぐらいとなっております。では気になる中国はということなんですけど、こちらをご覧ください。そうしますと、このね表の真ん中ぐらいにあります61位ということで、1人当たりの GDP はおよそ1万ドル、100万円ぐらいになってきます。つまりどういうことかというと、中国は国全体の GDP は大きいですが、まあこれはね人口が大きいっていうのもあるんですけど、ですけど1人当たりの GDP は低い、つまり貧富の差が激しいということです。では他に人口が多い国っていうのはインドがあると思いますので、皆さんインドも気になっていますよね。こちらをご覧ください。1人当たりの名目 GDP はインドは146位、そして1918ドルということで、およそね20万円ぐらいしか GDP がないということです。なのでインドは中国以上に貧富の差が激しいと考えられます。はい、続いていきますよ。米国株が最強の理由5つ目は FRB の金融政策と
いうことで、もうこれがね、答えになるんですけど、こちらをご覧ください。そうしますと、左のチャートが S&P500ETF、SPY の長期チャートです。そして、右側が2003年以降の FRB のバランスシートです。そうすると、FRB は、要所要所でバランスシートを拡大しています。2008年頃にバランスシート、借金の量を増やしています。これはなぜかというと、リーマンショックがあったから、バランスシートを拡大して金融緩和したということですね。そして2000年頃にまたバランスシートを拡大しています。4兆ドルからおよそ7兆ドルと 1.7 倍ぐらいバランスシートを拡大したんですけど、これはコロナショックがあったからです。ということで左側の SPY のチャートを見ていただくと、10年に一度金融ショックはあるんですけど、金融ショックの度に FRB がバランスシートを拡大するので、なので米国株っていうのは最高値を更新し続けているんですね。どうですか？皆さん知ってましたでしょうか？米国株がなぜ最高値を歴史的に更新し続けているのかということなんですけど、それは FRB がバランスシートを拡大し続ける。そしてこのバランスシートは米国の国債を買っています。この米国の国債の裏付けがドルっていう基軸通貨なんですね。なので我々米国株投資家、インデックス投資家は不安なネガティブニュースが流れても、そして調整局面を迎えたとしても愚直に積み立て投資、長期保有っていうのを継続しましょう。やってはいけないのは積み立て額を変更するとか、そして積み立てをストップするとか、そういったことはやめましょう。もし暴落、調整を待ってから投資したいという方は少しね、待って、テーパリングぐらいまで待ってから投資してもいいかもしれません。そして最後に為替をチェックしてこの動画をまとめたいと思います。結構重要な話をするので、あと少しだけお付き合いください。こちらをご覧ください。そうしますと、これはドル円の長期チャートになっています。ドル円はね、急騰して現在ね、113円台をつけています。この長期の三角保ち合いを上にブレイクアウトして、そしてまだ利上げもテーパリングもしてないのに113円をつけてる。つまり今後利上げが始まると、このドル円のレートはさらに急騰すると考えられます。こちらのチャートをご覧ください。こちらはドル円の月足チャートなんですけども、そうすると水平線を引くと、ドル円は125円から80円のレンジで動いていると考えられます。この長期のね、三角保ち合いを上にブレイクアウトして今113円、ここから来年利上げがスタートしていくと、このドル円のレートは125円を目指していくと考えられます。つまりどういうことかと言いますと、ドルの価値が上がる、つまり円の価値が暴落するということです。この時に最も注意しないといけないのは、円だけで資産を保有しているということです。これだけは避けなければなりません。円だけで資産を持っていると、為替が円安に触れていくと、あなたの資産価値っていうのはどんどん目減りしていくということです。どうしなければいけないかということなんですけど、基軸通貨であるドルに資産を分散するということです。まあ、おすすめのポートフォリオはこちらです。ドル資産 50%、円資産 50%。このように自国通貨である円資産と基軸通貨であるドル資産に分散しておくのがおすすめです。で、具体的にどのようにドル資産を保有していくのかということなんですけど、外貨預金はしないでくださいよ。外貨預金は手数料ぼったくりの金融商品です。外貨預金をするんではなくて、米国 ETF で株や債券を保有していくっていうのが正解です。ちなみにこのようにドルと円で資産をね、しっかり分散して、相場が大きく動けば、円安に振りようが円高に振りようが、ポートフォリオをメンテナンスすることによって長期で資産は増え続けていくんですね。これをポートフォリオ理論って言いまして、ノーベル経済学賞で実証されているんですけど、このようにポートフォリオ理論でしっかり組んでいく人と、円だけで資産を持つっていうのは、日本という経済成長しない国の通貨に集中投資していると、こういったリスクがありますので、ぜひね、ドル資産に分散していくっていうね、資産運用を実践していただければと思います。でも具体的にどのようにドル資産に投資をしていく、どのように運用していくかわからない方もいらっしゃると思いますので、そういった方に向けて無料のオンラインセミナーを開いております。ご興味ある方は概要欄をチェックしてみてください。あと、私の YouTube チャンネルをご視聴の皆様に、長期投資の教材とビジネスで自動収入を作る動画を無料でプレゼントしております。こちらも概要欄をチェックしてみてください。以上で今回の動画を終わらせていただきます。本当にね、魂を込めてこの動画を作りました。皆さんはね、この動画を無料で見れると思いますので、ぜひね、無料で結構なので、せめてグッドボタン、良かったと思われた方はグッドボタンお願いします。あとね、ツイッターとかね、他の SNS とかでもシェアしていただけると嬉しいです。みんなで頑張ってファイヤーしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。